どうも皆様こんにちは、和也と申します。ではのびはざ GR 続きをやっていきたいと思います。ん、あ、なんかいたよ。てかアンブレラのマークみたいなのあるよ。これアンブレラのマークじゃないな。うわ、何あれ、何あれ、気持ち悪い。え、初めて見たんだけど、何あれ。え、待って待って待って、気づいた気づいた、撃つなよジャイアン。いや、お、このショットガンすげえ、めっちゃ連射できる。ジャイアンに気を取られていたから俺には気づかなかったようだな。うわ、まだいるやん。ジャイアン撃つな、ジャイアン撃つな、ジャイアン身代わりになれ。今じゃー、今じゃー、やるんじゃ。つえー、このショットガン連射できる、このショットガン。でもこれショットガンの弾一瞬でなくなりそう。なんかあるね。ラボカードキーだ。ラボカードキーってどっかで使えたっけ。なんかどっか使う場所あった気がするんだけどな。ラボカードキー以外はないね。じゃあラボカードキー使えるところどこだ。うわ、静香ちゃん、静香ちゃん、お、お、いきなりだな。よくも、よくもパパを。やっぱりあなたも G が目当てなのね。そんなわけないじゃん。ねえ、真のマナコで僕を見てよ。でもパパの遺産を簡単には渡さないわ。私は G を持って逃げるの。どうぞどうぞ。そしていつかパパの実験を継いでアンブレラのバカどもの後輩させてやる。静香ちゃんお願いだ。いつもの静香ちゃんに戻ってくれ。黙れ。私はあんたなんかの殺意は受けない。静香ちゃん。なんなの？お前まだ生きてたんだね。まあそうだろうな。まあ逃げた。なんで俺ばっかりなの？俺以外も見てよ。ストーカーですか君は。ちょ、にょ、ジャイアン邪魔、ジャイアン邪魔、ちょ、うわ、ジャイアン逃げて、ジャイアン、ジャイアン、やめて、あ、無理でしょ、今のは無理でしょ、ジャイアンが邪魔で戻れなかったし、ジャイアンずっと攻撃されてたし、もう、え、マジか、もうジャイアンマジで役立たずなんだけど。よし、戻ってきたぞ。さあ横を抜ける。よし、ナイス。とりあえずジャイアン、やめてやめて、死ぬジャイアンが。来ないよね。よかった、セーブができる。どうしようかな、ジャイアンお留守番させよっか。ちょっと足でまといすぎるから、こういうイベントごとの時は仲間外そう。待てよ、どうしようかな、倒すか。あいつ倒した方がさ、何かと便利だからさ。さあ倒してやるよ、かかってこいよ。お前なんてちょちょいの、ちょこちょい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 ちょちょちょいちょ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 いおちょ、痛い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 。あ、これダメだわ。倒せないわ、これは。逃げろか。逃げます。僕は逃げる。どこまででも逃げてやる。うにょにょにょ。鍵を開けている暇はないだと？そんなことないよ。暇なんかいっぱい。近い、早いんだよ。その無知みたいなめっちゃ攻撃範囲がでかいんだよ。にょ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 。これは俺が下手とかじゃなくて単純に避けれなくない？倒すぞ。倒してやるんだからな。プンプン、プン。別に、あんたにやられるような男じゃないんだからね。勘違いしないでよね。うわ、ちょ、やば、まあ、やっぱり逃げよう。逃げるしかないよ。どこまででも逃げてやろう。で、一定の距離を保つ。こいつ走ってこないように一定の距離を保ちます。ということで早送りだと思います。ヌー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 、はや送りはや送りはや、いや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 、俺には作戦がある。こいつはですね、時間が経つと負けることが分かってるんで、ある場所でね、こいつを、ま、あの引っ掛けることができると思うんですよ。なので引っ掛け作戦でいきます。もうちょっと、もうちょっと、今引っ掛かれ。こいつ全然引っかかんないじゃん。もうちょ、もうちょ、いけ。よし、今。よっしゃ、やったぞ。俺はやってやった。目と目が合う瞬間ではないけど、目が合ってないけど、いや、完璧目合ってるよね。
このまま時間を待つ、時間を待って、でこの扉に入るとなんとあら不思議負けるんですね。へえ、おい来てみろよ。あ、どうした？あ、その素早さは見かけだけかな。知能はちょっとバカなのかな。じゃあそろそろいいかな。煽るだけ煽ったしいいかな。よし、これでどうだ。エレベーターだからすぐ来ないだろ。オッケー、オッケー、オッケー、来たわ、巻きました。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 お、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 お。余裕だったな。意外と余裕だったな。とりあえずセーブしたい。セーブがしたい。もう嫌だ。もう嫌なんだ。ラブコトキ。ぐっとっと。ここは、ジャイアンを呼びましょう。あいつはね、ジャイアンだったら一撃で倒してくれるから。さあ、お前が役に立つ時が来たぞ。行くぞ、死ぬなよ。行けジャイアン、やってやれ。やって早く。よし、ジャイアン、お前はそう、こういう時だけ役立つんだ。なんで撃ってんの僕、なんで撃ってんの俺、もったいな。仮ユーザー登録、指紋認証完了。お、これで行ける場所が増えたかな。じゃあ指紋認証とかのとこ行ってみましょうか。指紋認証とプラットフォームの鍵が必要だ。うわ、まだ鍵があるのか。なんかあったっけ、鍵なんて。そんなんあったっけ、覚えてねえ。マジで覚えてないぞ。よし、来た。あぶね。ここはどこだ。あれ、ジャイアン動かないぞ。どうした、ジャイアン。どうしたの、ジャイアン。ジャイアン、どうしたの、ジャイアン。あいつ動かないんだけど。プラットフォーム、おー来た、プラットフォームの鍵。これでさっきのとこ行けるね。この広さボス戦があるんじゃないか。この広さボス戦があるんじゃないか。うわ、やっぱりか。想像通りだったんだけど。あれ、扉が開かないぞ。あなたはそこで死ぬのよ。だーい。静香ちゃん、そこにいるのか。お願い、開けてくれ。いやよ、なんで開けてな、開けなきゃならないの。それにさっき死ぬってどういう意味だい。そういうことよ。どういうことですか。タイラント、嘘でしょ。なんだあいつら。あなたは今からあれに殺されるのよ。じゃあね、さようなら静香ちゃん。え、そんなこと、ジャイアン動かない。何こいつ、何してんのこいつ。待って、ジャイアン動かないんだけど。あ、やっと動いた。待て、俺もマグナムを使うべきか。待て、どうしよう。それはせこいぞ。マジか。うわー。なんかバグってたぞ。行くぞジャイアン、やってやるぞ。まず1体目から倒したい。あ、やばいやばい。待ってジャイアン待って、死なないでね。おっと、危ねえ。よし、ナイス、1体目。俺にはグレネードがあるんだ。いった。よし、ジャイアン、もっと攻撃してやれ。待ってジャイアンダメだよ、ジャイアン死ぬなよ。待って、ジャイアン今助けてやる。よし、で、緊急スプレー。よし、ありがとうジャイアン。なんとか倒せた。ん、この音は鍵が開いた音。うわい。開けてくれたのかな。ちょっと待って、死体調べてない。何も出てこないか。開けてくれた？誰が？あ、サクヤさん、のび太くん、あなたは無事？はい、無事ですけど、なんでいきなりそんなことを聞くんです？さっきこの扉から出てきた女の子に突然撃たれたから、のび太くんは大丈夫かなと思ったの。撃たれた？サクヤさんの方こそ大丈夫なんですか？ええ、大丈夫。撃たれたと言っても、私にめがけて発表してきたの。23年度、サクヤさん。はい。みたいな。
でも咲夜さんマジ何者なんだろうね。なんか怪しいよね。私に当たったわけではないわ。よかった、心配してくれてありがとう。どう、惚れた？惚れたよね。ねえ、これで惚れない女の子いないよね。ねえ、そういえばその女の子どこに行ったかわかりますか？わかるけど知ってどうするの？追いかけるの？はい、今静香ちゃんはちょっと混乱して僕の話を聞いていませんが、今度会ったらしがみついてでも話を聞いてもらいます。うわぁ、しがみついてでもってことは、これしがみつけってことだね。好きなように体を触れるとかじゃなくて、普通にしがみついて、前作ののびはざ2の多分ドラえもん戦と同じようなことをしなきゃダメなってことだよね。マジか、あれ結構難しいんだよな。大切なお友達なんですね。でもあんまり無理はしないでくださいね。はい、分かってます。彼女はウエストエリアの方に向かったわ。エレベーターの音がしたから多分下に降りたんだと思う。ありがとうございます。じゃあ行ってきます。セーブしたって。セーブした、セーブ、あぶんな、あぶんな。ジャイアン、もうやめてくれ、やめてくんないかな。なんかバグってジャイアン動かないんだけど、どうしたジャイアン。なんで動かないの。動かないと死んじゃうんだけど。ジャイアン、待って、とりあえず怖いんでジャイアン省いときました。よし行こう。おっと危ねえ。お前なんかに、うわ、お前いんの、やめてやめて。ってことはこっちにもいるだろ。あ、いない、よかったよかった。一応ショットガンにしとこうか。嘘だろ、扉がロックされた。何言ってんの、俺セーブしてないよ。え、嘘でしょ。嘘だろ、嘘だと言ってよ、ジョニー、ジョニーデップ。待って、グレネード、押した押した。ザコめ、グレネードがあればな、今度からグレネードのび太と呼んでくれ。やった、危なー、ここで死んだらマジでさ、タイラント戦もう一回やることになってたよ。あー、セーブさせてほしいな。もうイベント起こらないでね、もうイベントとか即死トラップ来ないでね、セーブさせていただき、もう難易度高いよ、難易度高い、セーブ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 、よし、セーブできる。もう一回やり直すのはさすがに骨が折れるからね。よし、多分ここだろう。来た、入るぞ。うわ、いるじゃん、構えてんじゃん。あんたまだ生きてたのね。静香ちゃん、俺はいだ、僕の話を聞いてくれ。頑張れ、私の邪魔をする奴はみんな死んじまえ。しがみついてても話を聞いてもらうしかない。しがみついてやる。あ、よかったよかった、死んだのかと思った。てか、ここどこですか、ここどこですか、ここどこですか。さっきまで廊下にいたよね、僕。話しなさい。やだ、お願いだ、僕を信じてくれ。どうせそうやって油断させて、その隙に自由を奪う気なんでしょう。違うよ、僕は静香ちゃんやみんなと一緒に協力して生きてここを出たいだけなんだ。本当に信じていいの？やばい、これ撃たれそう、静香ちゃん。大丈夫かな？のび太さんは G を狙って私に近づいたんじゃないの？うん、違う。だから静香ちゃん、一緒に行こう。わかった。静香ちゃん？え？静香ちゃん？出来すぎか？お前、やっぱり今回も敵か。大丈夫だったか、のび太くん。ドラえもん、一体今までどこにいたんだ。それになんで静香ちゃんを撃ったんだよ。静香ちゃんはやっと僕のことを信じてくれたのに。でも空気砲なら死なないんじゃない？吹っ飛ぶだけじゃない？ごめん。ごめん、僕はてっきり君が静香ちゃんに撃たれるんじゃないかと思って。でももうちょっとやり方あったんじゃない？本当にごめん。G ウイルス、こんなものがあるから。何をするつもりだい。こんなもの、こんなもののせいで。やめろ、やめるんだよ、のび太くん。え、セワシ？え、セワシ出るの？
マジで？セワシ、ドラえもん、これはどういうことだ？うわぁ、表現している。表現してやがるこいつ。こんな素晴らしいものを捨てようとするなんて。まったく、のび太くん、君は本当にバカだな。ドラえもん、やっぱり今回もドラえもんじゃねえか。まあここまでたどり着いて G 入手に協力していた君へのなんだご褒美だ。特別に今から君に本当のことを教えてあげるよ。ドラえもんの真似下手になったなこれ。本当のこと？偽りの22世紀のことといえば少しは想像できるかな。どういうこと？え、偽りの22世紀？何のことを言ってるんだ？君が今まで信じてきた22世紀の話だよ。あんな22世紀なんて存在しないんだよ。僕が見てきた22世紀が存在しない？え？僕が今まで信じてきた22世紀が偽り？そんなの嘘だ！え？嘘でしょ？これは22世紀。どうして僕はさっきまで研究所にいたはずなのに。ウフフフフ、君はちゃんと研究所にいるよ。なんだって？でもここはどう見ても僕の知ってる22世紀だ。じゃあこれでどうかな。あれ？戻ってきた。これが君の知ってる22世紀の正体。君は幻覚を見ていたんだよ。え？ってことタイムマシンがない世界ってこと？え、じゃあさ、なんか元祖の伸びはさみたいに全てを元に戻すことはできないってこと？つまり今回は本当にドラえもんが黒幕ってことじゃないか。これそういうことじゃない？え、待って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 、そして君が22世紀の秘密道具だと思って見たものの大半が僕の見せていた幻覚だよ。まあ、その幻覚を見せる道具も秘密道具みたいなもんだと思うんだけどさ。どこでもドア、モーションボックス、スモールライト、そんなものあるわけないだろう、のび太くん。あ、でもタケコプターはあるよ。まあ形は君の知ってるものとは違うけどね。そうなの？いや、もしかしてさ、あんなちっちゃいもの頭につけてるんじゃなくてもうヘリコプターみたいな感じだったのかな、幻覚見てるだけで。幻覚？まさか、そんなはずない。嘘だ、そんなの嘘だよ。のび太くん、僕がこんなに丁寧に教えてあげてるのに君はどうしてわからないんだい。そんな、だって僕の目の前に、僕の目の前に22世紀から来たドラえもんがいるじゃないか。のび太くん、君は本当にバカだな。今までの話を聞いてどうして僕が22世紀から来たなんて思えるんだい。じゃあセワシは？セワシは何なんだよ。僕そっくりじゃないか。未来から来た僕の孫の孫じゃないのか。もしかしてクローンか？やっぱりそうじゃん。彼は君のクローンだよ。え、でもクローン技術があるってことはさ、やっぱ未来なんじゃないの？少なくとも。バカな君と言ってもわからないだろう。簡単に言えば君のコピーだ。コピー？どうして僕なんかのコピーを？君が T ウイルスの完全適正者の可能性があったからだよ。でも残念ながら期待通りの成果は出なかったよ。そうなんだ。じゃあ君が僕の家に来た理由は？そう、ただ単に君が完全適応者の可能性があった、ただそれだけの話さ。そんな、じゃあドラミちゃんは、ドラミちゃんは君の妹は？のび太くん、もうやめなよ、見苦しいよ。ドラミちゃんもいないの？マジか。そんな、嘘だよね。嘘だって言ってよ。じゃあ僕はもう行くよ。セワシは、あとは頼んだぞ。了解。セワシどうした？眉毛ないぞ、お前。眉毛ないぞ。どうした？ヤンキーになっちゃった。え、嘘でしょ？うわ、セワシ戦か。どこに行くつもりだ？引け、セワシ。引けって言われて素直に引くわけないだろ。通りだけ俺を倒してからにしな。セーブします。セーブします。優しい。優しい。優しい。
急にどうした？セーブ。はい、ということで、今回はこの辺で終わろう。面白い展開になってきたぞ。俺ワクワクするぞ。